裁判アンタッチャブル、最初の話題です。増え続ける子どもの放射線障害、福島の事故から5年経ってるわけですよ、今。で、そろそろその、まあ、当時のね、事故の影響が、まあ、特に、まあ、子どもですね、に出てきてるということなんですね。ただ、これ、なかなかで、表には、まあ、事故からね、事故直後は大騒ぎしたんですけど、暑さ、喉元すぎる暑さ忘れるっていうんですか。ということで、まあ、マスコミはね、まあ、通弊なんですが、まあ、事故直後は大騒ぎしたけれども、そろそろそのね、心配されてた、子供に対するその放射線障害の影響が出てきてるということについて、まだあまり大きく取り上げていないんですね。で、特に今の安倍政権は、今年参議院選挙もあるというんで、まあ、このね、まあ、その福島事故の影響だとかを、こう、小さくしようと。で、あまりマスコミに報道してもらいたくないということなんでしょうね。で、先日、東電のね、勝又会長をはじめ、当時の幹部は強制起訴されてますよね。まあ、これもいよいよですね、まあ、実際にその子供たちに、影響が出始めてるということも一つの理由じゃないかと思うんですよね。で、まあ、正確かどうかわかりませんが、最近ね、話ですが、170人ぐらいですか、すでに甲状腺がんだとかにかかってると。まあ、これは通常のね、統計に比べると、まあ、はるかに大きいと。で、さっきね、自民党の、丸川珠代さんですかね。元テレビアナウンサーの、議員ですね。まあ、この方はこういうことを言ってますね。当時の1ミリシーベルトの基準は、まあ、なんつうか、非科学的だったと。まあ、そういうことを言ってたわけですね。まあ、確かにね、最初ね、事故が起きた直後、20ミリシーベルトを基準にしようと、まあ、してたんですね、政府は。まあ、政府というか、官僚ですね。20ミリシーベルトってのは、まあね、一般に言う、原発で働いてる人を対象にした、まあ、基準なんですね。だから、一般の人、特に子供たちだとかね、影響が大きい子供たちなんかに対する基準としては高すぎるんじゃないかと。そういう、まあ、避難が直後にあったわけですね。で、まあ、私も全て10ミリシーベルトぐらいだろうと。まあね、5ミリシーベルトかもしれないと。もとは、実際1ミリシーベルトになったわけですね。まあ、これは1ミリシーベルトは随分厳しいというか、基準だなとは、まあ、思ったんですけど、で、ところがね、その後の、まあ、官僚だと政治が何やったかというと、除染ですよね。除染事件ですよね。1ミリシーベルトまで除染するんだって言って、まあ、まあ、彼らのね、まあ、彼らの関係のある、そのね、まあ、中には暴力団とも関係のあるような、まあ、ウゴのタケノコのようになった除染業者がボロ儲けした、まあ、一大利権になったわけですね。で、その利権もそろそろなくなってきたと。で、今度は逆にね、その子供たちの障害が増え始めたと。まあ、もともと放射線の被曝っていうのはね、まあ、外部被曝を基準にしてるわけですね。まあ、以前にも話したと思うんですが。で、外部被曝の、まあ、影響というのはまだ科学的によく分かってないんですね。実験もすることもほとんど不可能ですからね。で、まあ、チェルノブイリのね、過去の事故なんかでも、その、事故から、まあ、5年、10年経ってから、まあ、危険児が増えたり、子供にね、甲状腺がんとか増えたと。まあ、そういう報告もありますしね。で、これから、そういった、障害がね、増えて、まあ、保障もしないといけないと。いうことになったら、まあ、それ、急に基準が1ミリシーベルトは高すぎるんだと。まあ、100ミリシーベルトぐらいまでは安全なんだと。まあ、100ミリシーベルトぐらいのね、浴びても、まあ、すぐに死ぬようなことはないんでしょうけど、これはあくまで外部被曝の基準ですからね。まあ、官僚というのはね、自分たちの、まあ、政治家もそうか、まあ、特に官僚なんかは自分たちの都合で、まあ、国民を騙そうと思ってるんですよね。まあ、実際、要するに、まあ、自分たち頭がいいと思ってるから、まあ、国民ぐらい簡単に騙せるんだと。まあ、だけど、実際はね、
連中は本当に頭がいいのかっていうのは、疑問なんですね。だから、これから、本来マスコミなんかの、子供のね、癌が増え続けるということについて、もっと大きく取り上げないといけないということじゃないかと思いますね。私からは以上です。いろいろ火事場泥棒というか、どさくさに紛れて儲けようというのが、除染作業だとはしゃもん。除染作業いえばみんな火事場泥棒で利権化して、政治家の懐に莫大な裏金が転がり込むというのが26兆円の内容なんですよ。だから1兆何千億という除染作業なんかは全く意味がない。もうすでに全部放射能は地下水になっちゃった。雨が何回も降って、その後からもうきれいになった土を、きれいになった枯れ葉をまとめて除染だ除染だと言って、1兆3000の無駄金を使ってるわ。だからもう全くその本気で真剣に取り組んでない。全てが政治も復興庁も、そして自治体も、すべてがこの火事場を利用して儲けてやろうという輩の集合体であり、連合体であると。だから丸川が言うてる方が正しい。それを追及する野党が間違ってる。以上。続きまして、アメリカの大統領選挙の予想について話したいと思います。現在ね、アメリカのね、大統領選挙はやってるんですけど、以前私はね、マルコ・ルピオですか、共和党系の候補、これが出てくると面白くなると、言ったはずなんですけど、どうなんですかね、これ。今のところね、まだドナルド・トランプとね、テッド・クルーズ、ドナルド・トランプはね、大金持ちで、いろいろとね、メキシコの国境に、壁を作るんだとか、いろいろと一部のね、人には受ける発言、暴言っていうんですね、やって、一応人気はね、今のところというか、注目度は一番高いわけですね、共和党の中では。で、一方のこのテッド・クルーズさんという、これは右派宗教系の団体の、関係者ですね。むしろトランプ非常にどっちかというと、右翼というか、むしろこれは、なんていうか、宗教倫理主義者に近い方ですよね。で、その中で、マルコ・ルピオは、共和党の中では割と穏健派だと思われているわけですね。ブッシュ大統領の、弟ですか、ジェフ・ブッシュさん。この人もね、だから、結局、この人は人気が出ずに、降りてしまったみたいですね。で、一方、その民主党の方は、ヒラリーと、あとサンダースですか。で、ヒラリーさんね、元クリントン大統領の、夫人で、女性だと。民主党の方では割と高いんですね。もともと外交の専門家、というか国務省だとかね、国務長官だとかやっておられた方で。一方のサンダースさんというのは、これは社会主義者ですね。で、特に若い人から、人気があると。で、アメリカの大統領選挙っていうのはね、このアメリカの経済ですか、格差社会っていうんですかね、貧富の差がどんどん広がってしまった状態を表してると思うんですね。つまり、極端なことを言う人が、人気が出てしまうと。だからトランプさんだとかね、テッド・クルーズみたいな、右翼過激派みたいな人が人気が出ると。一方で、そのサンダースさんみたいな社会主義者、ね、貧富の格差は良くないという人に、若い人から特に票が集まっていると。で、結局どうなるか、民主党は、おそらくヒラリー氏が出てくるだろうと。で、共和党は、このトランプさんだとかね、出てくれば、おそらくヒラリー氏が勝つんだろうけど、もしかしたらそのマルコ・ルピオさんにね、支持が出て集まる可能性もあるわけですね。で、大統領選挙がね、
まあ、民主党ではね、共和党の11人があらかじめこう、ある程度決めて、まあ、その中には選挙自体はページェントというか、儀式に過ぎないんだと、まあ、いう人もいるんですけど、実際、そのね、過去には何度もそういう、泡沫候補だと思われてる方が急に人気が出てね、当選するケースというのは、まあ、過去にもあるわけですね。ジミー・カーターさんだとかね、当時、運営だったことは、まあ、ピーナッツの農場主かなんかだったと。いう人がね、まあ、急に、まあ、それはベトナム戦争に対する、まあ、反動もあったんでしょうけど、まあ、急に人気があって、まあ、クリーンなイメージだけで当選したり。まだどうなるかはっきりとは分からないわけですね。ね、当然日本の政治にも影響すると思うんですね。特に、今年日本には参議院選がありますからね。で、まあ、アベノミクスなんて言ってね、その株にどんどん年金をつぎ込んでるわけですね。まあ、こういうのはね、向こうの機関投資家から見れば一種のいいかもですよね。まあ、日本の株はね、今、売り上げすら、まあ、なんですか、日本政府が慌てて年金をつぎ込んで買ってくれるんだと、言うんだから、まあ、向こうにすればね、なんていうんですか、まあ、手の内を見ながらポーカーをやってるような感じですよね。まあ、まあ、だから、そういう意味ではね、まあ、なんですか、まあ、日本の選挙をね、どうなるかわかんないですが、安倍の人気がかなり落ちてきてるということなんで、そろそろ国民はアベノミクスの失敗には気づいたんじゃないかというふうに思いますね。以上です。アメリカの大統領選挙の問題では、やはり大きな番狂わせ、共和党は特に、トランプが伸びてきて、ずっとそれが継続していると。若干、まあ、クルーズが今回、挽回したけれども、ルビオはフロリダでの勝負でもう一回、バックできるか、フロリダで負ければもう撤退せざるを得ないだろう。私はこれらの背景はですね、既成政治がもう嫌だとアメリカ国民もへきへきしてるわけです。この前のジョージ・ブッシュでアフガニスタン、イラク、そしてアラブの春を演出し、アメリカが莫大な損害が出ておる。その全てのツケがアメリカ国民のいわゆる低賃金になっちゃってると。いわゆるアメリカの格差はもう日本よりもはるかにひどい。いわゆるもう白人が飯食えないという。それ以上に黒人は飯食えない。ヒスパニックも飯食えないと。だから一般労働階級は中産階級から貧困にみんな移ってるわけ。それのいわゆる、まあ、反発というか抗議というか、これがもう誰かが変えてくれると。従来の政党の従来の政治家では変えてくれないだろうと諦めた。だから民主党においてもバニー・サンダーが貧困層、これの問題を解決するということでクリントンに迫ってきてるわけです。はい、続きまして、正体を現した清原薬物問題の仕掛け人というタイトルですね。これ今月号の紙の爆弾ですね。4月号ですね。まあ、ここに日本プロスポーツ界にはびこる薬物ドーピングと、清原の薬物入手ルートに2つの人脈と、まあ、いうタイトルがあります。あと、清原和博現役時代から薬物使用を放置したスポーツマスコミと、いう記事が載ってるんですが、この中にその渡辺泰造って出てくるんですよ。これ、まあ、他のメディアも取り上げてる、まあ、ネット中に載ってる可能性があると思うんですが、活字メディアでね、取り上げたのは、もしかしたら紙の爆弾が最初かもしれないですね。これが、まあ、いわゆるそのマスコミに、その清原の谷町だとかっていう、まあ、触れ込みで、その、手記を発表してた男ですね。
で例えば写真週刊誌フラッシュですか、で谷町が革新証言、清原和博薬漬け17年と、で、まあ、亀井礼山田大輔と名乗ってますが、これはその、渡辺泰造という人物のことですね。で、まあ、この人物ね、私が聞いた話だと、まあ、実質的に山口組の、まあ、関係者というか、まあ、正式な組員にはなってないんですけど、まあ、ほとんど山口組の組員と考えて間違いないというような人物なんですね。で、まあ、行動会の、ね、関係者なんかと一緒に、その、クラブだとかね、銀座のクラブだとかに一緒に来てたと。いう人物で、どうもこの男と、まあ、清原選手というのは関係があったと。いうことなんですね。まあ、何週間か前に、その、清原の薬物事件でね、その、まあ、と、数週間前に群馬の、なんだっけ、シャブババアですか？なんとかって言って、まあ、スポーツ紙なんかに大きく取り上げてるようでしたけど、これね、まあ、しょぼい密売人というかね、どっか田舎にヤクザの愛人かなんかでね、もうどこにも売ってもらえなくなったような人に、まあ、覚醒剤を売って、まあ、小金を儲けてたと。いう女性ですね。で、まあ、本当の堂本と、もしかしたら警察が話し合って、まあ、そういう逮捕要因として用意したんじゃないかと。いうことを、まあ、言ったと思うんですが、まあね、その渡辺大吾あたりのね、捜査が及ぶんだったら、まあ、それはそれで、まあ、警察が真面目にやろうとしてるわけですね。以前話した工藤昭雄だとか、川名剛とさ、まあ、ソープの瀬川修行なんかもね、まあ、このクラスにまで、捜査が入ってくるんだったら、まあ、警察がこうね、まあ、真面目に捜査してると。言えなくもないんですが、まあ、実際どうなるかはまだわかんないですね。で、まあ、記事の中にね、京田市の関係者が S って出てきてますね。これ、ちょっと名前は正確かどうかわかんない。確か佐野だったと思うんですけどね。で、まあ、京田市のね、まあ、S さんですか。まあ、この人もね、やっぱりその、清原の関係で、特にそのテレビなんかね、清原が、選手がまあ、一時干されていた清原選手が、まあ、再び復活した時の、まあ、プロデュースをしたという人物ね。で、まあ、先週話した、吉松郁美さんのね、件で、で、吉松さんのマネージャーのマット・トゥーラーとね、どうもこの S さんというのは、まあ、親しいみたいなんですね。まあ、その後にね、吉松さんが急に和解しちゃった、ちゃんと関係があるのかどうかは、これはまだちょっとわからないですね。まあ、早く日本に来てね、笠岡さんですか、大日本新生会の人に説明してくれと、なぜ和解したのかと。言ってるんですが、なんか、都合が悪くなったとか、なんとかって、なかなか来てくれないんで。まあ、それはね、来て、ね、彼らから話を聞いたら、まあ、その時に報告しますね。まあ、ね、これ、金の爆弾の今回のね、清原選手の記事はなかなか面白いんで、まあ、もし一生懸命ね、ご覧になったら読んでいただければと思いますね。私から以上です。まあ、清原問題は、覚醒剤のいわゆる一つの一罰百戒という意味もあって、清原を挙げたわけだけれども、まあ、私は清原以上にですね、もう公然と覚醒剤を常用してる、いわゆる確信犯がたくさんいてる、そういうものをみんな見逃してる。だから芸能界の ABEX、 これ上から下まで覚醒剤一色ですよ。あこはジャニーズだってそうだろ。だからそういうところのですね、一罰百戒をまずやる。同じ有名人でも、これはまあスポーツと芸能と、今回はスポーツを選んだけれども、やはり芸能の腐敗というのも非常に根深いものがある。ましてや、今のまあお笑いタレントというか、まあ、これほど日本の社会を蝕む、また日本の全ての国民の
白痴化につながる。朝から晩までお笑いの垂れ流しというものもです、ね、これまた覚醒剤に絡んでいる。だからそういうところを叩くということも必要ではないだろうかと、警察がなぜ今回、清原にターゲットをしろったか、これは裏にはいろいろあるだろうけれども、叩くべきは芸能界ではないかと、私はこういう意見です。日本はユーロシアの一員であると。